本田ダは日本の男子競泳選手。専門種目はバタフライ、個人メドレー。神奈川県横浜市出身。東京オリンピック銀メダリスト。横浜市立二つ橋小学校、鶴見大学附属中学校、日本大学藤沢高校出身、日本大学在学。幼稚園の頃、兄がきっかけで水泳を始めた。中学時代からアリーナ、月見のスイミングスクールで、 かや原しげより指導を受ける。2019年世界ジュニア水泳選手権の200メートルバタフライで銀メダルを獲得した。2020年日本選手権の200メートルバタフライで初めて優勝を果たす。2021年日本選手権兼東京オリンピック選考会では200メートルバタフライで派遣標準記録を突破する1分54秒88で優勝し、オリンピック 日本代表に選出された。2021年の東京オリンピック競泳男子200メートルバタフライでは、準決勝で1分55秒31のタイムで、全体8位となり、紙一重で決勝に進出。決勝は、一般的に不利とされる8レーンで挑むことになるも、前半100メートルで4番手だった順位から終盤で、追い上げを見せ、2着でゴールし、銀メダルを獲得した。 金メダルを獲得したクリストフ・ミラクには2秒48の大差をつけられるも、自己ベストを0秒50更新する1分53秒73のタイムを記録した。泳いだ後に筋肉を強調した、マッスルポーズを見せるパフォーマンスを行い、大会を通じて、ホンダの代名詞となっている。明かりという名前は、周りを明るく照らす存在になってほしいという願いが、 込められている。本田自身も名前からして結構明るい性格だと思ってると語る。ありがとうございます。